アイコン5000人の大合唱の中で T アイコニックデーを終える忘れられない思い出になると思う。写真イコール YG エンターテインベンチコンの T アイコニックデーが5000人の観客の熱がこもったてちゃん曲に合わせて一緒に歌うことの中終了した。アイコンは4日午後ソウルソチョ区ハンガン公園エビッシュまで T アイコニックデーを開催した。今回のイベントはアイコンの楽曲恋をしたが幼稚園児小学生のまで旋風的な人気を巻き起こし大きな愛を受けたことに応えようと行われた。この日、アイコンを見るため集まった子ども、学生、カップル、家族、夫たちは37度を超える猛暑にもかかわらず会場を埋め尽くした。メイン公演の前には、子どもと家族のためのイベントもたくさん行われた。子ども用のフォトゾーンの前には長い行列ができ、1日 MC であったパクソングアンが進行する観客イベント、家族娯楽館、改め言葉コンテスト、など多様なコーナーも用意された。また、先月25日から30日まで行われたカバーコンテストに参加した優勝チームの特別公演も行われた。1位を獲得した、飛ぶ子供合唱団のステージの途中、アイコンがサプライズ登場し、大きな歓声が響いた。アイコンは、素敵な舞台を用意してくれた3チームに、大きな拍手をお願いします。とし、暑い天気にもかかわらず、お待ちいただきありがとうございます。楽しく遊んでみます。みんな一緒に僕らの歌を歌ってください、と挨拶した。アイコンはデビュー曲、マイタイプをはじめ、ヒット曲、リズムター、ダム&DUMBER を熱唱した。特に舞台の途中、メインステージを降りてファンと握手をしたり、観客と写真を撮るなど、ファンサービスで感動を届けた。続いて、世界24カ国の iTunes アルバムチャートで1位を獲得した、ニューミニアルバム。タイトル曲、キリング ME のステージも披露し、爆発的な反応をもたらした。最後に、恋をしたのステージをもって、メンバーたちは会場に訪れた観客に挨拶した。アイコンは、皆さん、今日ここへ来てくださってありがとうございます。暑さを忘れるほど楽しかったです。忘れられない思い出になると思います。これからもアイコンをたくさん愛してください、と伝えた。43日連続で1位を獲得した、恋をした、で、韓国歌謡界ボーイズグループの10年史を塗り替えたアイコン。上半期に続き、下半期の歌謡界まで新曲、ヒリング ME が公開直後から大ヒットの兆しを見せている。